はい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 。賢い人は知ってたのかしら私、アホで知らなかったから、ドギモを抜かれました。はい。え、なんと、経団連。あの、日本のね、あのね、経済のね,のね、でかい企業が集まってる経団連の中に、経団連の中に、なんか、上海電力が入ってるんですけど、はファーウェイが入ってるんですけど、はバイドゥバイドゥ中国企業のバイドゥが入ってるんですけど、あ、しかもですね、バイトダンスバイトダンスってあれですよ。今、アメリカからですね、駆逐されようとしている TikTok の運営企業ですよ。このバイトダンスが日本の経団連の中に入ってるんですけど、はみんな知ってたの俺知らないからドギモ抜かれたんですけど、どうも。 さんですああ俺ね、それなりに経団連のこと知ってると思ってたんだけど、あ全然知らんかった俺ね、俺、遥か前にですね、私、経団連の副会長に対してですね、あるプレゼン、あるプレゼンをやるということをやったんですよ。あ,あの、小松さんっていなかった、小松さん。あの、ね、確かね、三菱商事のですね、会長かなんかやってた小松さんっていうすごい偉い人いませんでした。あの方がですね、経団連の副会長だった時にですね、私、あの方向けにですね、あの、プレゼンを行うというですね、大、えー、役をですね、仰せつかりまして、当時20代だった私はですね、え2日で10円刷ができるというぐらいのですね、あ超 超超絶プレッシャー超絶プププレレレッッシシャャーーを受けなががらです、ね、あのんあてですすねああのんんてる私プレゼンをやっったた記憶があったんだよねううううううだから、ね、経団連のことはそれなりに知ってると思ってたんだけど、ダメだね。全然知らなかったね。だって、上海電力入ってんだぜ。みんな知ってたいや、そもそも経団連って何なのかっていうとですね、皆さんご存知ですよね。経団連ってね、基本的にね、あの戦後ね、あの、ボロボロのボロンチョに乗った日本経済ね。あの、日本経済を復旧させるためにね、あの、え、経、経済をですね、牛耳っている大きい企業たちが集まってですね、そして日本の経済がこういう法律を作ってくれたら、こういう条例を作ってくれたらですね、日本の経済っていうのは 復興しますよ。というですね。アドバイスをしようじゃないかっていうので、できたのが経団連なんですよねえ。だからですね。経団連っていうのは、日本の政策日本政府に対してですね。めちゃくちゃ強い発言権持てんのめちゃめちゃ強い発言権持てんのうん。いやほんめっちゃめっちゃ強いからね。でも,でもそこにね。そこにね。おそら記事を読んでいたらですねなんかですね。 あ、なんか、欧米系の外資系企業も入れたら、90社くらいがですね、もう経団連入ってんなって。全体の6%。全体の6%がですね、外資系の企業になっちゃってる。で、その中にですね、中国系企業がですね、ゆっくりゆっくり入ってきてるらしいんですよ。あ、これ教えてくれたのね、ちなみにね、あの、都会千秋さん。都会千秋、ありがとうございます。これは非常に重要な情報でございますわよ。でね、これね、一定ね、理解はね、俺しなきゃいけないところもあると思っていて、あの、外資がね、ほんと日本めちゃめちゃ入ってきてるんですよ。で、あるならば、ね、日本の経済をですね、大きくしていくためにもですね、この日本でですね、活躍をしている外資系企業もですね、 に入れて、えー、意見をです、ね、募らなければなけばいいとう状況があることはわかるあるることは分かるんだけれども、今だってあんた、ね、あの、高いってさないがですね、必死にですね、この外資系企業とかですね、あの、外国人たちがですね、日本の大事な情報をですね、盗んでいく、それを防止するための経済版スパイ防止法、セキュリティクレアースを頑張ってくれてるんですよ。しかもですね、これ、このニュースも、見て、ドキドキだったでしょほら、WHO、WHO、ほら、あの、コロナの時にですね、WHO という言葉を毎日聞いてましたよね。あの、テドロスくんですよ、テドロスくん。あの、テドロス君のね、WHO がですね、なんと スーパー大暴挙。なんと、スーパー大暴挙。で、これ、今週の話で、ね、メイさんもですね、こう取り上げて、えー、びっくりしたわって言ってましたけれども、WHO がですね、今週火曜日の5月の30日に、北朝鮮ですよ。北朝鮮を WHO の理事会のメンバーに選出をするという暴挙に出ました。あれれれ北朝鮮でさ、テロ国家認定されてなかったっけあそこテロ国家じゃなかったっけ北朝鮮を WHO のメンバーにするんですかこれによってですね、北朝鮮の保健省の担当者が、なんと WHO の理事に就任をして、任期は2026年までと、すごいですね、これ国連制裁ね、国連からですね、 受けているのが北朝鮮でございますよえこの国際制裁を無視してですね、北朝鮮が予告通り5月31日に軍事偵察衛星の打ち上げ、打ち上げを行って、これもアメリカから大避難されてたよね。はい、軍事偵察衛星の打ち上げを行って、世界から避難されているさなかですね、WHO がこの決定を行いましたという形でですね、さすが WHO だよね。中国共産党が牛耳る WHO ね。ね、お味方の北朝鮮を入れちゃうというんですよ、WHO。ね、わかりますねえ、こういうね、国際組織ですらですね、あの外資、特に中国に対して甘い顔をしていたらこうやって乗っ取られるんですよ。当たり前 じゃあこれ見たらわかるだろうダブレーションのこれどんだけ僕北朝鮮を理事会のメンバーに入れるんですよ北朝鮮を理事会のメンバーに入れちゃうんですよねえこれがですね中国という国にやられてしまったですねあのアホ組織アホ組織のねを行く末なんだけれどもこれ似たようなことになりませんか似たようなことになりませんか。経団ね 経団連ね。特に前、2020年の時点でバイトダンスって、2020年の時点で、TikTok っていうのはですね、これ個人情報をですね、吸い上げて中国共産党に送ってる可能性があるということをですね、えー、トランプさん言ってたからね。アメリカではこれもうすでに2020年の段階で大騒ぎになってたんだよ。でもこの2020年の段階で、バイトダンス、TikTok の運営企業ですね、日本の経団連は入れてるんですよ。甘すぎる。そしてですね、上海電力ってさ、2015年に入ってるんだよ。もう今から8年も前。こんな早い段階から上海電力って入ってきてんの マジ上海電力をさ、一般国民が知ってさ、騒ぎ始めたのってさ、ここ2、3年くらいのもんでしょここ2、3年ですよ、確か。え、でも上海電力はそれよりもさらに数年前から、こうやって経団連の中に入るくらい、日本経済の中ではこうやって、なんかこう影響力を持っていたんですかファーウェイはワンチャンわかるわ。ファーウェイはもう10年以上前からですね、あの、とんでもない企業が出来上がりつつあるぞって,言って騒がれてたから、これわかるんだけど、上海電力ってこんな早いタイミングで入ってきてんの俺、何らかの意図を感じずにはいられないんですけれど。 何らかの意図を感じてしまうんですけれども。えこれ、あれじゃあ、橋本徹がですね、これ大阪になんでね、上海電力を入れた意見もですね、これ、えー、携帯に入れようかなということに、に繋がっちゃってんじゃないのこれ。 いや、もう何回も言いますよ。経団連の役割っていうのは、これ書いてあるんですよ会員のメリット。これね、え、都会千秋さんがね、多分線引いてくれたんでしょうね、これ、ね。えっ、ー、と、この、ね、経団連に入るメリットっていうのはですね、え、会員の意見を経団連の提言に反映させ、政府などに働きかけ、政策を実現しやすくする。わかります経団連のメンバーの声っていうのは、日本政府に届きやすいんですよ。届きやすいのよ。ここに、あの、中国の勢力が増してきたらですね、中国系企業の言うことをですね、日本の政府が聞いちゃうというわけのわからん状況が出来上がるんですよ。日本、経済、えー、企業経営に関わるですね、制度改正 や海外の情勢など最新の情報をいち早くニュースができてしまうとねこういうこういうね。しかもですよ、ね。これ、会員約1500社による業界の垣根を越えた多彩な交流ができると分かります。分かります。これ中国系企業からしたら、日本の経団に入るメリットってめちゃめちゃどでかいんですよ。そしてうまいこと利用できちゃうんですよね。で、今の段階ではですね。あくまでもあくまでもね。あの、日本の企業でもですね。日本の社会をですね。形作ることも多くなってきた。この外資系企業の意見も生かそうという段階だと思うわ。まだその段階だと思うわ。でも でも、ちょっと油断をしたら WHO よ。ちょっと油断をしたら WHO ですよ。ちょっと油断をしたら WHO のテドロス君みたいにですね、中国に乗っ取られてですね、で、中国の手下のですね、えー、これ、ブヒーブヒー北朝鮮、ブヒーブヒー北朝鮮をですね、えーリリ、理事会のメンバーに入れるっていうですね、大暴挙これ。これね、大荒れだったらしいですよ。これね、あの、この記事はね、また別で言えればいいと思うけど、これね、北朝鮮をですね、理事会のメンバーに入れるって発表した瞬間、もうね、大荒れ。大荒れ中の大荒れ。 西が、日本も含む西側諸国から、もう猛反対の声上がったらしいですよ。でもそれも、それをですね、押し切ってしまってですね、え北朝鮮メンバー入っちゃったのよ。で、ここに日本でさ、運営資金としてお金供出してるんですよ。で、アメリカの中では、もう北朝鮮がですね、理事会になってるです WHO なんてああ。だから、あ、そうか、だからトランプさんでやっぱ抜けて正しかったんだ。正しかったんですね。はい、ということでですね、これね。 ね、まだね、そんな大騒ぎをする段階ではないのかもしれません。でもね、都会さんがですね、これね、え、これ、これこれ、これで、ね、え、ファーウェイとか上海電力などが経団連に名前をつなれる狂気を平和ぼけしている多くの日本には気がついていないと、確かにね、俺も知らんかったからね。ね一応、なんか見ますよ、すと、はるか昔ですね、経団連の副課長までプレゼンを行ったと私ですらですね、知らなかったからね。ね、だからこれをお届けしたい。まず、ね、情報として頭に入れていただきたい。え、そして今の段階ではですね、まだね、外資の意見を、ご意見をですね、一応聞こうかという程度の動きに過ぎないでしょう。え 外資の割合は全体の6%でございますから、まだその程度の勢力でしょう。でもですね、こういう状況をざしてですね、ぼーっと見ていたらですね、マジでこうなるからね。マジでこうなるからね。 ね。え、だからですね、これね、ほんとね、お、高市さんの存在っていうのはでかいぞ高市さんの役割はどでかいぞこの人が倒れることになったらセキュリティクリアランスも間違いなく倒れますから、倒れますから、え日本危機になりますよね。いや、もう,もうね、高市さないの、もうある意味ね、日本が危なくなればなるほど、え、先んじて動いてくださっていた高市さんのね、この行動がですね、際立ってくるよな。際立ってくるよね。 もう、総理、この人でええやないかと思うんだけれども、えー、まあまあ、それはいいや、それはいいや。だからですね、あの、知らない、知ってる方はですね、これ知ってたんでしょうね。あの、俺、俺、アホだから知らなかったけど、知ってる人はですね、今更という情報は知れないんだけれども、えー、これね、知らない人、絶対多いと思うんで、はい、これね、今日ですね、えー、読売新聞さんが先に投げかけてくれましたね。経団連に外資が入ってくる。えー、この動きはですね、意見を聞く分には仕方がない。えー、しかしですね、最近高市さんなんかが進めている、この経済安、安全保障、経済安全保障の観点で言うとですね、えー、これはですね、もう雑してですね、あの、黙認するわけには、 いきませんよ。これね、この両立で多様性と安保の両立が困難なんであると。ね。え、この視点をですね、え、多くの国民持っておけと。ね。今は俺、シンプルに言っても僕はね、今は中国系企業は絶対入れない方がいいと思いますけどね。あの、経団連のメンバーってね、一回ね、登録されてしまうと、そっからね、あのね、排除するのすんげえ大変なんですよ。多分無理なんだよね。 おうだから、それが分かってるから、経団連もですね、簡単に中国企業をですね、入れないような動きになってきてはいるみたいなんだけれども、それでもちょっと多くの日本人が知らないから、はい、これちょっと読んでいきましょう。あのね、すげえちっちゃい文字だから、ゆっくり読むかもしれませんから、あのね、ちょっと、まあ、やんわり聞いて、いやんわり聞いて、はい、行きますよ、行きますよ。経団連に外資、千匹どうすんだよ、バカ野郎と、はい、えー。中国企業などが入会してきているぞと。えっとですね、えー、経団連に入会をするですね、えー、中国企業がじわりと増えてきておりますと。ね、それは、バイトダンスなんだ、お、ま、テ、あ、TikTok のバイトダンスなんか入れるなんて異常事態だからね。 アメリカから追い出されそうになっている企業を日本では経団連のメンバーに入れてるんですよ。これはちょっと普通じゃないよ、この動き。俺やべえと思うもん。そして怖いのは上海電力が思いのほか早い段階で入り込んできてること。この上海電力はね、これ中国共産党参加の企業というのもあってですね、俺なんかの目論みがあると思うよ。このタイミングで入ってくるって絶対変だもん。絶対おかしいと思うもん。お,おかしいともなかったらおかしいよ。えー、いや、ええー、とですね、どこ、どこ行こうか。 はい。会員になればですね、えー、政財官のですね、あの、動きを掴みやすくなりまして、えー、政策にもですね、影響を与えうる存在になるんだと。えー、中国系の企業はですね、日本政府とのつながりが、あ中国政府とのつながりが指摘をされています。つまりつ、中国共産党の参加で思い通りに動くよね、スパイだよね、あいつらっていうことが指摘されています。はい。えー、安全保障環境がですね、厳しさを増す中、外国系の企業によるですね、防衛関連の会員活動はですね、えー、禁じておりますけれども、えー、さらなるですね、規制を打ち出すか、注目をされていると。そう。一応ね、経団連の中で,ですね、この 防衛衛関連のののの産業例えば三菱系列なんてていうのはさえ自衛隊のための装備品作ってるでしょそこに中国系企業を招き込むなんてことになったらもうとんでもない事情になるでしょ。だからね、一応ね、そういう状況は禁じている。禁じてはいるんだけれども、禁じたところでルールを守らないのが中国系企業だからね。はい。え、多様性と安保、両立は困難であると、俺も困難だと思います。はい。え、中国系の企業はですね、2011年に、あの、ファーウェイが最初に入会をしました。現在はですね、バイドゥーと上海大、なんでここで上海電力出てくんのもううさんくささマックスなんだけど、俺の中で。はい。で、そして中 これ知らないないそしてね、TikTok の運営会社、バイトダンスを加えた、計5社がですね、名前を連ねていますと。ね。えー、この欧米系を含めれば、会社は約90社で、会員企業のですね、約6%に及びますと。えー、経団連と並ぶですね、あのー、経済3団体ではですね、えー、経済同友会のですね、外国人の会員はですね、えー、20人前後、全体の1%でございます。それで、中小企業がですね、中心の日本商工会議所はですね、これ不明でございます。日本商工会議所っていうのはね、調査が割とね、雑なんですよ、あそこ。僕知ってんだ。調査結構雑だからね、 中国が、が、親会社の会社なのかどうかとか、中国資本がどのくらい入っているかって、ちゃんと調べてないと思います。だから不明という感じなんだよね。だからこのね、中小の商工会議所も結構やばい状態になっていると思いますよ、実はね。はい、そして経団連の入会にはですね、えー、漢字企業2社のですね、あの、紹介推薦が必須でですね、えー、最終的にはですね、会長が承認するという形です。えー、現在、中国系企業から、えー、申し出があるものの、えー、受け入れをですね、見送っているという状況だそうでございます。それはそうでございますよね。危ないもんね。えー、入会を認めてしまうとですね、よっぽどの不祥事を起こさない限り、 は、えー、大会をさせることができない点をですね考慮していると見られますだから経団連は経団連でちょっと危ないかもねと思ってくれてるんだねこの点はちょっと安心するよねでも油断をしたらあっという間に WHO ですよはいでコーヒー飲みます 経団連はですね、1946年の設立以降ですね、鉄鋼や電気などの大企業がですね、会員の中心だった。そして2018年、何、えー、でも組織,組織の多様化をですね、掲げる当時のですね、中西会長、これ日立の中西会長らしいですね、がですね、入会記事をですね、大幅に緩和をしてしまいました。ベンチャーを含めた、えー、でもね、でもね、2018年のこれ話でしょ。2015年に入ってる上海電力って、まだ規制が厳しい段階で入ってるんですよ。これ何らかの力が働いてないと、俺れ入れないと思うんだけど、上海電力なんて。 これお、不思議な話だよね。なんか怖い話だよ、これ。はい。 ねどこ、どこ、どこだっけえー、入会基準を最大限に緩和しました。え、ベンチャー企業を含めた幅広い産業からですね、え、会員を、募る狙いでですね、え、これを契機に外資系の入会が加速をしてきたわけでございます。はい。えー、え、投資級ポストとなるですね、え、20人の、お、お、副会長にもですね、投用が進んでおります。え、5月の31日、外資系の出身者でですね、え、初めてですね、フランスのですね、え、水道関連大手、ウェオリア、日本法人の、え、野田会長がですね、選ばれ、ウェオリアってあれじゃないかななんか、み、み、や、宮城かどっか 他の水道をですねあ、受けようとあの会社はないの違う 多分そうじゃないウェオレってそうじゃなかったっけ間違ったらごめんなさいね。要するにフランスのですね、外資系法人がなんと副理事長にも選ばれましたと。そして副会長のですね、人選はですね、会長の意向で事実上決まってしまいます。国籍条項は特にございませんで、中国系企業からの就任もですね、制度上は可能であるという状況でございます。与党やですね、各省庁の、首脳とのですね、懇親会にですね、参加ができ、活動の一部、活動の幅をですね、一段と広がる状況になります。わかりますこれ経団連の副会長とか、あの、副理事長とかになっちゃったら、 上海電力の社長とかね、ね、バイトダンスだよ。TikTok の社長なんかがですね、え、日本のですね、首脳なんかとですね、会談を行うことができるような、あ、話になっちゃうんですよ。なんかやばくないそして、はい、中国企業、ファーウェイ、一番入ったのはファーウェイで、ファーウェイだよね。え、ファーウェイの入会にはですね、えー、逸話がございますと、え、国家安全保障局、うん、の局長を務めた、えー、北村さんですね、北村さんのですね、えー、外事警察、なんとか広くというのがあるらしくて、によるとですね、2008年に入会を打診したものの、経団連はですね、えー、これ拒否をしたらしい ですよね、えー、ファーウェイは2008年に入会を脱出したの一回拒否したのって、その2年後2010年ですね、えー、本来のですね、えー、これなんていうの 本来の担当とはですね、別の窓口に申請をですね、提出する形で入会を果たしたと。果たしたと。本来の担当とは違うところですね、非常にこうなんか、テクニカルな形で入ってきたらしいんだよね。その後ですね、ファーウェイは、えー、アメリカからですね、経済制裁のですね、対象に断定されてしまうのに、あの、指定されてしまいましたよね。このアメリカからですね、経済制裁の,の対象に指定された企業がですね、日本の経団連にいるってなんかおかしくないですか俺、それだけでおかしいと思うんだけど。で、コーヒー飲みます。 はい、そして2018年の12月にはですね、日本の新聞各紙にですね、広告を出稿して、自社の正当性を主張する、えー、ですね、んなんでこれ、なんて書いてある。え根拠の一つにですね、あ主張する根拠でえ経、ー、団連の会員であることを挙げました。わかります日本の経団連の中にね、ファーウェイ、私どもハワイ入っているんだから、そんな中国の怪しい企業ではないという、その理由になっちゃったんですよ。経団連が。これやばいでしょ、どう考えても。 で、え、現在はですね、ファーウェイのような安全保障上の脅威がですね、指摘をされる企業のですね、入会も、基準上はですね、脅威 拒否できず制度上、制度面でのですね、この、なんていうのが、制度面のですね、この担保もですね、あの、必須と言えそうだと。要するに、あの、今の経営団連のですね、あの、入会、入会の審査があまりにも甘すぎると。甘すぎるから、ね、アメリカからですね、制裁を食らっているような企業ですらですね、これ入ることができてしまうという、この状況を何とかしなければならないんじゃないですかということを言ってくれてますね。その通りだと思います。そして影響力です。はい、経団連の歴代会長はですね、政府の経済財政諮問会議など、政策の司令塔にですね、あの、指定席を持っておりまして、そう、わかります経 経済的な政策の司令塔が経団連の会長なんですよ。どのくらいの影響があるかわかるよね、これだけでね。はい。そこに中国企業が入ってきてんだぜ。やばいなんてもんじゃないでしょ。はい。指定席を持っておりまして、えー、経済分野を中心にですね、えー、政策決定に一定の影響力を持ちますと。えー、会員各社によるですね、年間20億円規模のですね、えー、政治献金もですね、これ力の源泉でございますね。だからね、日本政府ってね、結構ね、経団連の,経団,連の経団連の言うこと聞いちゃうでしょ聞いちゃうでしょ そのくらい影響力を持ってるんですよ。ね。そこに中国企業が入ってきてるんだけど、絶対危ないんだよ、これ。はい。経団連自身ですね、入会案内で、会員のメリットとしてですね、こう記載をしている、記者のですね、意見を提言に反映させ、政府等に働きかける政策を実現できますよ。そして、その2番目、制度改正等の動きについて、最新のですね、情報をいち早く入手できますよ。れもう中国企業からしたらもう入りたくてしょうがないね、そんなの言われたらね。はい。経団連はですね、繰り返して、サイバー攻撃を受けております。これもですね、経団連がですね、ん え、握る、え、情報の重要性を、裏付けているという一つの証になっております。そう,そうだよな。え、台湾、会員企業のですね、幹部はですね、え、財界の、双方などと呼ばれるだけあって、え、存在感、え、情報力、影響力は、他の各種団体をですね、圧倒していると、驚きますとね。要するにやっぱりね、経団連というのは、日本政府に対しての影響力が、尋常じゃないということなの。何回も言うけど。 で、そこに中国のね、お前、よりにもよって、ファーウェイとか、上海電力とか、バイトダンスだぜ。絶対入れちゃいけない奴らがもうすでに入り込んでるってことなんですよ。ね。え日本のですね、全上場企業は約3900社。これに対してですね、経団連の会員企業はですね、半数以下の約1500社で、で、そのうち90社が外資系の企業だねえ。上場よりもですね、経団連の会員になる方が難しく、名誉であるとも称されますこれほんとそうなんですよ。だからね、あのね、もうあの、えー、東大を出てですね、超大手企業に入ってですね、そこで順調に出世をして、社長とか会長に上りつ っていうですねああいう方々にとってはですね、え会長に上り詰めた後ですねえ、次は経団連の一番お偉いさんだっていうの,です、ね、あの目指すのがですね、あの結構、えーなんかなんか、なんかエリートのコースらしいですよ。もう早い段階で挫折をした僕にはわからないけれどもね、はい、本当に、ということらしいですよえ。とりわけですね、外資系企業には日本国内での知名度この向上や、えー、商売面のですね信用といったですね、看板としての意味合いが大きいと、それは私、中国系企業ですとだけ言われたらですね、あーんって思っちゃうけど、そして、でもね、日本の経団連に認め めてもらった企業なんですよ。って言ったらですね。ああ、そうですか？そうですか。経団連のああ、あの上場するよりも難しいと言われてる経団連の企業様でございますか？じゃあ、信用しちゃおうっていう状況になるんだって。やばいんだってね。 経団連はですね、昨年の秋、東京大手町のですね、経団連の会館でですね、安全、経済安全保障説明会を開きました。公安調査庁のですね、幹部を招いて、企業がですね、被害を受けた技術、データ面、技術やデータリユースのですね、具体的な手口や事柄をですね、紹介して、中国やロシアの国名に言及してですね、政府や産業界を、が取るべきですね、防止策か、防止策のテーマをですね、意見に意見交して、 講話をしました。こういういい動きもしてくれてるんだよね。こうした活動に名をですね、委員会はですね、経済財政や外交環境といったですね分野ごとに70ほどございまして、説明会や内部のですね会議なのでの議論はですね、政策提言としてまとめられると、その数はですね、年間100本前後にですね上りまして、こういうの高いさんが一生懸命見てるんだろうな。政府や与党に提出をして法制化や制度改正を目指すという形でございます。だからそのくらいあの日本に立っては影響力があるのが経団連ということでございます。そして慎重というタイトルだ。 はい、行くよ。はい、昨今のですね、え、安全保障環境の急変を踏まえまして、えー、経団連もですね、えー、対策にですね、乗り出しております。えー、1918年の7月、えー、防衛産業委員会はですね、えー、会員内規のですね、文文号をですね、えー、我が国のですね、防衛産業に関係する企業に変更しました。えー、この結果ですね、えー、外国系企業のですね、防衛委員会への参加はですね、封じられたわけでございます。そう。だからね、一応経団連はですね、この防衛産業に関してはですね、あの、中国系企業とか欧米の企業入れるのはやめましょうと言ってくれてるんですよ。 これは正しい動きです。正しい動き。だから分かってくれてる。まだね、分かってる人が多いからですね。まだ何とかなってるんだけど、何回も言います。油断をしたら WHO のテドロス君みたいになるからね、油断すんなよ。 ええと、ほんですね、どこ、ここだ、えー。防衛省やですね、軍、えーえー、軍需関連企業とのですね、意見交換、あ意見、意見交換を通じてですね、えー、機密情報に、えー、触れる機会が多くですね、安全保障上の必要性が高いと判断をしました。えー、同時にですね、ロケット技術を担うですね、宇宙開発利用を推進委員会もですね、えー、同じようにですね、外資系の企業をですね、中には入れないという対応を取りました。だがですね、大部分の委員会にはですね、こうした内気がなくですね、フリーパスに近い形でですね、外資 企業も参加をでできるというヤバいいう状況でございますそして、現在の会長徳良さんですね。え、と会長はですね、5月31日の、えー、記者会見でですね、えー、経団連は多様性をですね、尊重しております。委員会をですね、経て、えー、会長、副会長会議で議論するというですね、設置を、えー、段階を踏んでおりますと述べまして、えー、国籍によるですね、制裁、えー、国籍による、うこうなんていうもの あ制限か。えー、国籍によるですね、制限に対してですね、慎重な、えー、姿勢を示してしまいました。だから、徳田さんは外資系企業に関してかなり優しいんですよ。だからこそ、俺たちはこれで、ね、注意しなきゃいけないんだよね。えー、そしてですね。 あ、わかんないな。えー、外資系、外資系企業がですね、えー、これすげえちっちゃい文字がああ、極端な意見をですね、主張しても通りにくい仕組みだとも強調しました。要するに、あの、とはいえですね、外国の企業、例えば中国系の企業はですね、あの、中国からたくさん物を買うんだとか、アホみたいなことを言ったところでですね、ああ、何言ってるのという空気はまだ経団連の中にはあるということだね。ここはちょっと安心情報ですね。えー、そしてですね、会員活動に、えー、ですね、大幅のですね、制限を設ければ、えー、企業、ん 企業価値か企業価値のですね、向上を追求するですね、えー、組織のですね、存在意義にもですね、関わってきますと、文句を狭めればですね、経済団体として、数の力も削がれてしまうという、ね、ジレンマがあるわけでございますが、そしてですね、会員企業のですね、多くはですね、中国と取引がございまして、表立ってはですね、排除をするような仕組みはですね、取りにくい、探りにくいというですね、事情もございます。そしてですね、経団連のあり方の見直しにですね、もう、見直しにもつながるですね、難しい議論になりますという形で、 ですね。今経団連もですね、異常な揺れているということですよね。はいということで,ですね。もうね僕しらみんな知ってたの知ってた。ごめんね、俺ねアホだから知らんかった。えー、まさかのですね経団連の中にですね、えー、中国系企業、しかもですね絶対入れてはいけないよねと思われるですね、ファーウェイ、上海電力、バイトダンスでございますよ。これアメリカの企業、アメリカ社会からですね、アメリカ経済から、えー、制裁を食らっていて今追放されそうな企業ですよ。こんな企業たちがですね、えー、日本の経団連の中に入ってきてやがったので、私おびっくりしてこの動画を作っちゃいました。はいということで,ですね。これね、えー、今のとこですね記事を ですね。経団連ですね。これね、あの、えっと、ま、高井さないさんがですね、ブリブリに活躍をしてくださったおかげもあるんでしょうね。えー、この経済安全保障の危険性というのも感じているから、今んところね、あの、外国外資系企業ですね、えー、大事な部分からはなんとかして排除をしようという動きはまだございます。まだあるんだけれども、油断をしたら WHO だからね。油断をしたら WHO だからね。もう WHO は完全に中国の手に落ちたからね。 完全に落ちたからね。北朝鮮だよ。あんなテロ国家をですね、えー、WHO の理事会のメンバーに戦争する時点で、やばいんだって。これアメリカもですね、ああ、やっぱり WHO ダメだなっていう話になってきてますからね。はい。えー、ということでですね、これね、えー、経団連の動き、これ経団連の動きはですね、私、これ、油断してた。俺、油断してたわ。俺、ありがとうね、都会さんね。俺、もうびっくりしたもんね、これ、本当に。まさか上海電力がこんな早い段階で入ってるなんてな、うん。はい。ということで、これね、経団連の動きっていうのは、あの、日本の経団にですね、もう直結してきますので、またやばい情報が上がってきたらですね、皆さんに共有したいなと思いますので、もし 次回もチャンネル登録お願いします。というわけで、今朝の動画は終わりたいと思います。バイ,バイ